滋賀県の夏のプライドフィッシュ、ビワマスプライドフィッシュは、全国漁業協同組合連合会が中心となり、各都道府県の漁業協同組合連合会、漁業協同組合が選定した、漁師が自信を持って推奨する、魚介類。都道府県を単位として、季節ごとに旬を迎える、魚介類を選定し、消費者へ訴求している。十一世紀初頭の原稿、日本では、 鮮魚店の減少などを背景に消費者が本当に美味しい魚に接する機会が減少している。実際に魚介類の一人当たり消費量は2001年の 110g 日をピークに2013年には 74g 日まで減少している。これに対して水産庁では2012年に魚の国の幸せと銘打ったプロジェクトを企画し、 学校教育を活用した魚食普及やファストフィッシュと称する手軽に食べられる魚の認定活動を開始した。全魚連では水産物の進化を知ってもらおうとする趣旨でプライドフィッシュプロジェクトを開始した。ファストフィッシュが家庭での簡便な魚食を推進するのに対しプライドフィッシュは美味しい魚を食べることによる感動体験を推進しており、 ファストフィッシュとプライドフィッシュの取り組みは表裏一体の関係にある。プライドフィッシュプロジェクト企画委員会の初代会長には、料理評論家の服部幸リが就任した。これまでの漁食普及活動とは異なり、プライドフィッシュサポート協議会を設立し、漁業、水産業関係者だけでなく、小売業、外食産業、生活共同組合、調理師養成施設、 観光業の協力をもえている。2014年6月3日に全漁連がプライドフィッシュプロジェクトの公式サイトを開設し、情報発信を開始した。ここで発信される情報には、プライドフィッシュそのもののだけでなく、プライドフィッシュを販売する店舗や食べることのできる店舗も含まれる。PR イベントして、2014年8月7日に東京、六本木の HAL 山下東京にて、青森県のマグロや三重県のアワビなど夏のプライドフィッシュハッシュを使ったプライドフィッシュ PR 試食会が開催された。また、同年11月2日には築地市場祭りで全魚連主催のフィッシュマイナス1グランプリを開催し、プライドフィッシュとファストフィッシュを使った料理コンテストを開催した。初代グランプリには、 伊豆のチキンメを使った静岡県の伊藤漁業、共同組合、金の出し茶漬けが選ばれた。プロジェクト開始から1年が経過した2015年7月には34都道府県が110種のプライドフィッシュを制定していた。また、京北スーパーや魚機では一部の店舗でプライドフィッシュの取り扱いを開始し、美味しい魚を求める消費者から評価を得た。しかしながら、これまでの販売店舗は、 中小事業者が中心であったため、プライドフィッシュの後の認知度は、まだ低かった。そこで2015年11月15日からイオンが、本州と四国の全店で、プライドフィッシュの販売を開始することになったことで、認知度の向上が期待された。イオンはその後も2018年の栄宝館賞船に、千葉の釣り金目などの7種のプライドフィッシュを使用した。 日本のプライド海鮮太巻きを投入するなど販売に努めている。プライドフィッシュという名称であるが、魚類に限定せず、海藻類など魚介類全般を対象に選定している。消費者に選択の目安を示すことが目的であるため、数あるおすすめの魚の中から魚種数をあえて絞っている。選定作業そのものは管轄する都道府県の魚連、漁協が行い、 全漁連が情報を発信するという体制をとっている。選定基準は以下の通りである。本当に美味しい漁師自慢の魚であること地元で、水揚げされたものであること旬を明確にした魚であること各会員が独自に設けている基準をクリアしている魚であること都道府県によっては、すべての季節のプライドフィッシュをまだ選定していない場合がある。また、内陸県で、 プライドフィッシュを制定しているのは、滋賀県のみである。佐賀県では、海域別のプライドフィッシュを、福岡県は、県域のプライドフィッシュと有明海のプライドフィッシュを制定している。選定にあたっては地元での知名度や消費量、観光客が気軽に食べられることを重視している。例えば、静岡県では桜エビやカツオなどの日本国内での認知度の高い魚種が、船外になった一方で、 あえて他の産地の方がよく知られている2品のヤリイカを選定した。中には現地でしか入手できないものを選定している場合があり、消費者に対し現地訪問を促している。2018年8月現在。ありがとうございます。